ビートルズの作り方。この講座ではビートルズの楽曲を使ったポップソングの作り方を解説していきます。この講座を極めればあなたもビートルズみたいな曲を作れるようになっちゃうかもということなんですけども、最近ね耳にするように、なったことといえば、とうとう若いミュージシャンの中にビートルズ聞いたことありませんっていう人目にするようになってきてるんですよね。今回の講座、自分で言うのもなんですけど、よく書けてるなというふうに思ってまして、相当おすすめできる内容だと思うんですけど、いまいち人気が振るわないのは、若い子たちがね、わかんないからなのかなというふうに思ってます。ビートルズを知らないとね、ビートルズを聞くっていうところから始めないと、この講座は理解できないじゃないですか。それだとね、まあ、ちょっとハードルが高いのかなというふうに思いますけども、ただね、聞いて損するわけではないので、この講座きっかけで聞いてみたらいいんじゃないかなというふうに思います。というわけで、今回は、A メロの作り方後編となります。それでは行ってみよう。はい、というわけでね、高型の A メロっていうことなんですけども、高型の A メロは、スモール A とスモール B、この2つがあればもうそれで十分ですね。代表曲はね、ヘルプって書いてありますけど、まあ、他にもガールとかIn My Lifeとかレッド・イット・ビーなんかもそうです。ただ別にもっとフレーズがあっても構わないんですね。例えばエブリリトルシングなんかはモチーフが When I walk in beside her、はい、でそれに答える形でスモール B があって People tell me I'm lucky、で、次にですね、今度はこのスモール A、スモール B に答える形で、スモール C があります。Yes, I know I'm a lucky guy. まあ、こんな感じでね、スモール A、スモール B が、こう。で、スモール C が O の役割をするという、形が、あります。さらにペニーレインはですね、スモール A、スモール B が、こう、スモール C、スモール D が O っていう形になっていて、まあ、これね、記号だけ見ると、起承転結型のメロディーみたいに見えるんですけど、その、性格が違うんですよね。She loves you なんかもそうですね。スモール A、スモール A がこう、で、スモール B、スモール C が O の、役割を、しているので、これ全体で高型のメロディーということになります。で、あとはドライブマイカーなんかはですね、スモール A、スモール 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 B という形になってるんですよ。で、あるいはスモール A、スモール 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 A っていうふうに、捉えてもいいと思います。はい、で、これだと絶対起承転結にはならないじゃないですか。はい、なので必ずサビが必要ですよね。ドライブマイカーってBaby, you can drive my car というサビがありますよね。あと、変則的な形としては、エリナリグビなんかは、モチーフが、4小節で、エリナリグビ pick up the rice in the church where a wedding has born なんですけども、それに応える、スモールビューは1小節しかないと。Living a dream で、あるいはね、Dig a Pony なんかは、これ3拍子の曲なんですけども、スモール A は4小節、スモール B は2小節、スモール C は3小節、スモール D は4小節っていう風になってるんですね。はい、スモール A は、で、スモール B がね、ディガポーニーって、はい、こんだけです。で、スモール C が、Where you can celebrate anything you want こういうふうに言うんですよね。はい、で、そして、スモール D が、Yeah, you can celebrate anything you want. Oh, って、はい、こういうメロディーになってます。はい、まあ、こんな感じでね、高型のメロディーっていうふうに言っても、いろんな形に作ることができます。はい、次はね、AA、BA 型なのに高型の A メロっていうことなんですけども、AA、BA 型っていうのは、起承転結型の
A メロを採用することが多いんですね。でも、曲全体でも、起承転結を、作っているので、で、これでもう曲が成立してるんだから、別にもう一つ A メロに起承転結がある必要ないじゃないですか。なので、A、BA 型でも Co型の A メロを使われるケースっていうのがあるんですよ。まあ、例えばね、ノルウェーの森なんですけども。まずね、モチーフが、愛はさだがお知らせ。はい。それで、答えるのが、She was at me.、はい、で、それから、もう一回 A メロを繰り返しましたね。She showed me her room, isn't it good, no g で、それから、B メロがあります。She asked me to stay and she told me to sit anyway.So I look around and I notice it wasn't a chair. はい。で、それから最後にもう一回 A メロを繰り返すと。I sat on a log. はい。こんな具合ですね。はい。という感じで、A っていう進行なんだけど、A メロが Co型の A メロっていう。形の曲が、ノルウェーの森の他にも、ノーウェアマン、それからフォーノワン、フィクシングがフォール、それからワイルマイギタージェントリーウィープスなど、はい、たくさんあるんですよね。はい、今度はね、半周しか全周しかという話をします。AABA 型では、主たるメロディーは A メロなんですね。はい、なので、曲がね、最後ね、A メロで終わるんですよ。なので、A メロが全周詞で閉じてるものなんです。で、反対に B メロは開いてると。で、逆に、バースコーラス型の場合は、主たるメロディーが、B メロなんですよね。はい、なので、B メロが全周詞で閉じてる。反対に A メロは、半周詞で、開いてるっていう、そういう形が基本形なんです。ところがですね、まあ、A メロも B メロも、どちらも閉じている曲っていうのもあるわけです。はい、例えばね、Love Me Do なんですけど、Love Me Do はね、Oh, Love Me Do, Yeah, Love Me Do, Oh, Love Me Do ってふうに、フェードアウトして、終わるじゃないですか。なので、この曲は AABA 型だよねっていうふうに、なるんですけども、これがね、もし仮にね、この B メロが、Someone to love, somebody new, someone to love, someone like you, じゃんじゃんっていうふうに、終わるアレンジだったとするじゃないですか。で、そうなると、今度はいきなり B メロがサビみたいに聞こえてくるもんなんですよ。なので、両方閉じてる曲っていうのは、A メロでも B メロでもどちらでも終わらすことができるので、AABA 型なのか、バースコーラス型なのかっていうのがはっきりしなくなります。そして、さらにはですね、両方閉じてないってこともあるんですよ。We can work it out なんかは、まあ、A メロが、We can work it out, We can work it out って、閉じてないですよね、はい。で、B メロの方も、I have always thought that it's a crime って、はい。で、スモール B の方が、So I will ask you once again. はい。閉じてないですよね。はい、で、どうなるかっていうと、曲が終われなくなります。はい。はい。いつまでも繰り返しちゃう。なので、まあ、どうすればいいかというとね、まあ、結局ね、全周詞で終わる、別のフレーズを、くっつけちゃえばいいんですよね。はい。こういうね、メロディーがね、曲の最後にくっついていて、曲を終わらすっていう
ことをしてるんです、はい、We can work it out って歌のメロディーは終わってないんですよね、はい、あるいはね、Here, There, and Everywhere もやっぱり最後にね、まあ、コーダと呼ばれる、フレーズが最後にくっついてますしね、To be there and everywhere Here and there and everywhereっていう風な感じでね、A メロと B メロは半終始で終わってないので、全終始で終わる特別なフレーズをね、最後にくっつけるっていうことをやって、曲を終わらせるということなんですよね、はい、というわけでね、アレンジでどうにでもなるので、起承転結型の A メロだから、ね、なんとかして全終始で終わらせなきゃとかね、あとそういうふうに考える必要は、ないっていう、ことなんですよね、それから、他によくある形としては、A メロっていうのは大概2回繰り返すんですよ、なので、A メロは半終始、 A' は全終始っていうふうに、なってることもあります、まあ、例えばね、リトルチャイルドなんですけど、A メロの方はLittle child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely. Baby, take a chance with me. っていうね、はい、これ半終始で終わってるんですよ。で、A ダッシュの方は、Little child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely. Baby, take a chance with me. っていうふうに、はい、全終始で、終わらすっていう。そういうアレンジにすることもできますね。これなんかはね、J-POP でもよく見られるようなアレンジですよね。はい。そしてね、最後になりましたが、ちょこっとだけコード進行の話をしたいと思うんですけども、A メロがどのコードから始まってるかっていうことなんですけども、ビートルズの公式楽曲、約180数曲あるんですけども、実は、一度の和音から始まってる曲、まあ、僕の数えた限り、160曲あります、はい、なので、もうほぼ9割近い曲が、一度から始まってるということなんですよね。で、その他には、まあ、2度から始まってる曲が7曲ありまして、まあ、代表的な曲は And I Love Her ですね、はい、まあ、E メジャーの曲で I give her all my loveThat's all I do ってこういうふうに始まります、それから3度から始まる曲が1曲ですね、これ Ask Me Why っていう曲でやっぱりイメージなんですね、I love you cause you tell me thing I want to know ってこういうふうに、始まります、それから、ね、4度から始まる曲が5曲ありますね。で、代表的な曲は No Reply ですね。 No Reply は、C メジャーの曲ですね。で、This happened one before when I came to your door.No reply. はい、こういうふうに始まります。で、あとはね、All My Loving なんかも4度から始まる曲ですね。それから、5度から始まる曲が4曲ありまして、代表的な曲は Yellow Submarine。Yellow Submarine はね、G フラットメジャーですね。In the town when I was born. はい、こういうふうに始まります。そして、6度から始まる曲は3曲ですね、はい、で、代表的な曲が The Long and Winding Road ですね、はい、これは E フラットメジャーの曲で The Long and Winding Road The Touch Me To Your Door、はい、こういうふうに始まります。で、その他の曲が2曲ということでね、なのでね、なんかね、自分の作ってる曲いつもトニックから始まってるな、なんか変じゃないかな、ワンパターンって思われてないかなって思う人いるかもしれないんですけど、全く気にする必要ありません、まあ、なんかね、思うところがあった時だけ、その時は他の機能の和音から始めてもいいんですけども、と無理に、作る必要はないよっていうことです。普通に一度から、始まる曲ばっかりでも全く問題ないです。はい、というわけでね、収録は2本撮りなんですけども、配信は2回にわたって A メロの作り方を紹介してきたんですけども、次回のテーマは
何だと思いますか？次回は、なんと、B メロの作り方を解説していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではね、バイナンス。